これぞ天下無双の武、剣心公はまさしく軍神なり。見事です、かわいい剣心。敵の城攻めはまだ続く、油断できぬ。あの程度は数で城は守れまい。さっさと制圧するぞ。もう遅れは取らぬ。孫武の兵よ、道を開けよ。この孫権の顔を忘れたか。孫権様もこの世界に。あの方に剣を振るわけには。太子陣、無事で何を言われた。再び孫武、いや、私の力になってくれぬか。孫権とは、申し訳ない。ここで語っては俺の真偽が。はい、異界であってもお前は変わらぬな。全力で来るがいい。この借りはいつか返すぞ。ありゃ、策の練り直しだ。お見事でした、孫権殿。孫策殿と戦った時のことを思い出しましたぞ。いや、私は兄上ほど強くはない。お前に勝てたのは幸運だった。 Never humble。おかげで助かりました。皆の義と愛に感謝します。礼を言う。いえ、お二人がご無事で何より。剣心公もさぞお喜びになりましょう。孫権殿、先ほどは申し訳ありませんでした。俺と徐光殿はこの妙な世界をさまようところを信長殿に救われたのです。どうしてもその恩義に報いねばならず。良いのだ、太子。それにジョコ、お前たちさえ良ければ我が軍に来ないか。拙者らは敗軍の将、勝者に従うべきとは存ずるが、良いのでござるか。もちろんです。お二人は素晴らしき者の夫、味方となればこれほど嬉しいことはありません。ありがたきお言葉、感謝する。これからは孫権殿たちと共に武を振るおう。良い愛。真偽は違えぬ。いざ戦場へ。徐光明、ひたすら武の道を極めん。That went pretty good now.それにしても、信長の力の秘密なんてどう探ればいいんだ。まあ、直接聞いたところで答えてはくれないでしょう。何より、今の俺たちではあの力に対抗できません。なら、同盟相手と接触するのはどうかね。ん？俺が見た限り、妙な力を持つのは信長だけだ。同盟といっても実際は負けで仕方なしに従っている者が大半でね。彼らを下して情報が得られればよし、ダメでも信長の戦力を大きく削れる。でも
そううまくいくでしょうか。 Indeed, will that work really? 北条氏康、今川義元、董卓、そして袁紹、信長に組みする者は強敵揃いであろう。俺に一ついい手がある。この前まで織田軍にいたんでね、少しぐらいなら内情にも通じてるんだ。ほう、もし任せてくれるなら、義元殿を必ずここへ連れて戻ってくると約束しよう。分かった。タク、お前に任せよう。修繕、直政、それに直虎殿、すまぬが助力を頼む。Well then, this is gonna be interesting. Until, until the next video, we'll see how that plan, Shashush's plan, will go.